なみにどこがベストあ、ベストショットだ私のすごいお気に入りなんですけどなんかまあこれはメイクもすごい薄くて目元はメイクせずになんかこう寝起きみたいな感じで沖縄のホテル撮ったんですけどねベストショットはもう一枚あってあのこれこそ本当にさっきの言ってた下着のやつなんですけどどうですかどうですかドヤ顔ですけどもそうですか沖縄ですか？これは両方とも沖縄です。すごい毎日楽しいんですけど、その NMB の時は本当に毎日お仕事させていただいて、今は休みもあるので、なんか逆に休みになると疲れちゃう。何したらいいか分からなくなっちゃって、でなんかすごいいいことじゃないかもしれないんですけど、お昼の1時までとか普通に寝たりします。それがなんか変な気分。よく寝坊してましたそれ大丈夫だったあ、そうですね電話かけてくれて起こしてもらったりとかあとはすごいメンバーが一緒の時はメンバーが起こしてくれるけどそれが今もう一人になったからそれが一番不安ですあとは東京の道がいっぱいありすぎてナビ使っても分からないすごい交差点多くないですかそっちの方は今どっちでもなくどっちでもなくと言いますか私そうですねなんかこうなんやろまだその世間を知らないのでもっと知りたいなっていうのもあるしなんかすごい今興味が湧いてます私の理想としては本当に道を歩いててポンって物を落としてそれを拾ってくれる人がいてあすいませんって言った瞬間にキランって出会うようなそう、それがいいんですよだからなかなかそういうのないじゃないですか落としちゃってそう落とし物から始まる恋少女漫画の世界ではねそうすごい期待してますちなみに何か理想のタイプあります？でも突っ込んでくれる人が好きです誰にしてもどんなデート？あ、ファミレスとかこう、こう向かい合わせに座ってで、なんかパンケーキとか食べてみたいですうん、そうですねでもやっぱりテレビにたくさん出たいなと思ってるのでバラエティにいっぱい出てロケとかすごい好きなのでロケにたくさん行けたらなってロケ芸人じゃないですけどこんなん言っちゃっていいんですか？まあまあまあ。なんかこう、イッテ Q のロケとかすごいなって思います。海外とかには憧れる？憧れます。すごく。行きたいです。ゆうさん。ゆうさん。どういうところを学びたいって言ったの？なんか多分なかなかこう難しいですけどゆうさんに近づこうと思って難しいけどでもすごいバラエティーでもゆうさんっていうもう確立されてるじゃないですかでなんかこう仕切ることもできるし一言ポッて話すこともできるし本当にすごい方だなと思ってでなんかゴミを出しに行くっていう作業がこんなにも大変なことやったんやと思ってマジですか今までだって家族で住んでたらゴミ捨ててないじゃないですか自分で行かないというかお母さんが全部やってくれてたからなんかでもやっぱりこうお鍋が好きで作るならお鍋ばっかりになっちゃうんですけどそうあれです一人だとちっちゃいの買っても余ったりするじゃないですかで毎日お家帰れたら全然いいけど腐っちゃったりしたらもったいないから結局マネージャーさんがご飯連れてってくれることが多いですまだあんまりしてない、うん、女子力を上げるためには料理も頑張らないそうですよねいい奥さんになりたいですからね和食とか作れるようになりたいなってその勉強はあ本は10冊ぐらい持ってますまだ読書段階はいそうですそれ以外に得意これだったら例えば好きな男性をこうグッとさせるみたいな山田奈々流のお料理はあるんですか鍋以外ですかなんやろトーストこれは
握手会の時によく朝オーブントースターと食パンとハムとかケチャップとかマヨネーズ置いてるんですよ。でそれをみんな自分で作るんですけど、すごい美味しくできます。